はい、じゃあ始めます。さあ、6月14日水曜シングル大会始めていきます。お願いします。今日14人、14人で2先です。2先ですね。はい、はい、じゃあ最初の試合は、じゃあアナゴ対ジュリアンお願いします。ジュリアンのどっちでもいいですが、炸裂しました。お、あ、2です、今日は。ジュリアンも日本語がだいぶ上手い。ジュリアンうまいっすね。どっちでもいいです、なかなかね。日本人が出てくる。さあ、試合はエイジス対セイチ。ジュリアン多分全キャラセイチなのかな。ジュリアンは、うん、トサ使ってんの見たことないかな。さあ、張って、さあ、まあ、必要経費ぐらいのダメージで収まってジュリアンの横押しが始まる。うーっと、さあ、それでここでカラクサに行って、これは挟まれる、はめて、あ、投げで返して、これは、あ、アナゴさん起き上がりヘッド3連発とかでしたよね。さあ、気合入ってますね。ジュリアンもそこでキャラクターなんだ。さすがに3度目はねえだろって。肘入らず、 あれ入んないんですよね。入んないっすね。ジュリアン1本取り返して1-1。アナゴさんのゲージがやばい。さあ、もうマック、ああマックス開幕タックルで。いやいや、全部繋がってないぞ。ああスタンチがやばい。お、投げて、さあ一気に大ピンチ。ジュリアン立ちで食らってますね。立ちくらいでしたね。なんだ、あ、赤さん、やっぱ大平さんより目いいっすね。え、そう、はい、あれ立ちくらい、大平さん絶対気づかないっすよ。いや、さすがに気づくでしょう。いやいやいや、みんなも大平さん舐めてもらって困りますよ。さあ、届かない、あれがね、入らないんすよ、あれね。あれ何がベスト、いや、壊しね、後ろ行っちゃうんで、うん、下がってるんで当たんないんすよね。難しいっすね。でも、あの、ハヤテをケアしながら歩いて投げに行くっていうのが、あ、なるほど、下前入れて投げるって感じ。ハヤテをブロった時、ブロったらってか、ハヤテにブロー入れながら歩くから、ハヤテが出てたらしゃがみライパーに変えるっていうのができるとベスト。あー、難しいですね。まあ、中足は一応完全確定なんで。あ、中足か。あ、まあ、あ、ちょっと安いですけどね。どうするかって感じですね。隙はでかいんですよ、あの誠の小足。小足止めだとカニかくっちゃうぐらいなんで。硬直自体は結構あるんだよね。通常キャラの中足ぐらいの隙はあるんですけど、いや、マジで唐草にヘッドが噛み合うな。噛み合いますね。あ、跳ねて中足、コーパン、人読みなんだと思うんだけど、うん、なんかジュリアンの癖がマジで読まれてます。読まれてる。しゃがみくらい。おー、連打連打。おお、強気です。戦車みたいな。これは誠の横押し始まると戦車って言ってるんですけど、いやー、ほんとリターンしか見てない誠、結構ね、恐ろしいんでね。、うん、止まんないですからね、マジで止まんない。うーん、これは、うわー、ユリアンでも夜るでん、ユリアンが見立て勝利です。じゃあ次は、児玉対藤原お願いします。あんだけね、辛草当たんないと誠結構きついはずなんですけど、打撃が全当たりの勢いでしたけど。
まあ、ちょっとリターンが足んなかったかな。唐草ヘッドで透かした時にしゃがない確定なんで。あそうなんだ。じゃあ理にかなってるんだね。そこでしゃがないが入ると誠側がもう一気に苦しくなるから、なるほど、唐草に行きづらくなるみたいな。うんうん、さあ、これは藤原だっとりと児玉いぶきですね。藤原も基本的にロケッパスね。ロケですね。全キャラなのかな、多分。基本的にはほぼ全キャラ。フォーク使ってんの見たことないですね。ロケッパスね。さあ、ゲージためは終わって、藤原が、これは、痛いぞ、これ。おっと、多分カニミスりましたね、今。カニミスか。カニ味噌か、膝飛んで、あ、届きますね、これは。あれもね、飛びからだと結構あのコアコア入からだと入んなかったり、届かなかったりするんで、ロケットちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、ダットリーの小足ね、結構ド密着じゃないと2発刻めないもんね、うん、コアコア自体の連打キャンセルがちょっと遅めなのと、あ、確かに、まあ、そもそもリーチがちょっと短い。うん、さあ中足がね、いぶきの中足結構嫌ですよね、ダットリーは。いぶきの中足嫌っすね、ブロったら必ずカニが入るんですけど、ただ小足で釣られちゃうんで結構。ああ、なるほど、この判断は難しい。足ブロってカニ打っちゃうとブロリ返されて、なるほどね、膝 EX つむじが全部しゃがみくらいになっちゃうんで。投げて、お、短いんですよね、いぶきの投げが。本当にタッチ中キック、いぶきの投げ全キャラ中一番短いんで、ちょっとそのクリップはやめてください。やはりいぶきはダットリに行ける説あるのか。まあ、有利だとは思わないですけど、うん、そう、有利つくとは思わないんだけど、まあ、なんか他の強いキャラに比べてやりやすい部類ではあるかもしれないですね。これ足りましたね。まずは、まずは児玉さんが1試合選手、はい、じゃあ2本目。霞鈴崎もね、一応連打で3段階になるんで、今のはフル連打ですね、フル連打ですね、うん、結構いい減りしてましたね。しますね、投げる本数だいぶ変わるんで、クナイ、やっぱ単純に本数が多いんで、クナイって補正もかかりにくいですよね。ヒット数がね、うん、かかりにくいというか、補正自体はもちろんかかるんだけど、なんかちゃんと最後まで減ってくれる。うん、さあ中足がね、あとは台形も一応しゃが台形、立ち台形っていうターゲットあるんで、ブロられた時だけ出るように押しとくといいかもしれないですね。ブロられた時だけ出るっていうタイミングがあると。ありますね。さすがにハゲさんやってた頃からありますね、それ。あ、マジ？はい、いぶきはちょっとね、全く。いや、全キャラっす、それ。いぶきの話してないっす、今。うわぁ、カニ一生連打。これがカニ。さあ、3本目。そうですね、山崎のマックスドリルみたいなもん、まあそうですね、ただ、霞鈴崎の場合、連打すると隙もでかくなるんで、距離によっては結構ね、連打しちゃダメな時あるんです、ね、当たっても連打しきっちゃうと、あの3フレーズぐらいは結構かくっちゃうんで、さあ、腹パン、あのダットリーの腹パン投げ、なんであれ、はい、投げ終わったと。後ろに下がっちゃうんですかね。いやでもあれ普通に前出しで全然置き攻めできちゃうんで、あ別に下がったから不利になってないっていう、下がったんだから不利になってる。ああ今のうまい、しゃがみ限定コンボですね。ああ今のはガードをしてても死んだから終わりですね。まあ、途中からカブローの方が難易度は低いですけどね、初段から取るよりは。
あの初段から取るときって相手との高さっていうか距離によって結構ブロッキングタイミング変わっちゃうんで、距離によって暗転前に入れるのか暗転後に入れるのかとか変わったりする。そうです、まあ、霞の場合はそこまで早くはないんで。ああカニカニカニ、あこの距離でもねロケットは届くんですよ。ロケットの強みはこれですよね、はい、さあ3本目のファイナルラウンドまで行きました。さあお互い1本、いやこれね、ま、もうずっと言ってるんですけど、いぶきの立ち中パンチが空振りでゲージ1しかたまんないのはマジで両調整ですねそれ毎回言ってますね、必ず言ってます。よっぽどいい調整なんでしょうこれは。いやあれ2位溜まってたらマジ地獄ですよみんな。まあ嫌ですね、あれで溜めて霞で削るしかやらないいぶきとかが各地に1人ずついたらマジでやる気しないですからねおー立った、さあ逆転の一手が潰されて、厳しい、入れ替えて、厳しいが、いぶきにはゲージがないので、これワンチャンで死に入れますが、防御手段はあまりない。おっさあただドットなのですが、これね、ただロケットが、おーっとまた入れ替えた、フルヒット2回するだけでいぶき終わるんで、削りつむじで削りに来るとはなかなかやりますね。これは読めない。はい。さあ勝ったのは児玉さんですね。さあ次敦雄さん対達人さんですね。敦雄さん対達人さん、はい、お願いします。僕が昔組んだ比嘉さんっていう武器使いがああいう削り方をしてくれてれば、私もねあの黒人に参加されることはなかったんですけどね。さあ、厚尾ヤンと達人チュンリーですね。達人さんね、今回クーペ参加してたんですけど、うん、まあ、そのあたりから結構、ね、久々にゲーセンでよく見るようになって、あ確かにそのまま続いてますね、うん、クーペちょい前ぐらいからずっと見ますね、最近は、はい、バーサスの方が近いんでね、バーサスの方がよく見ますけど、まあ、でもね、水曜ニュートンまで足を運ぶというのは結構なかなかですよ。さあただ厚尾さんの横押しが止まらない。ああ一生攻めてます ね、 ね、はあ、ああ入れ替えてもダメ、しゃがみに触れがあるんで、ああそうか確かに、いやそう弱道路の初段ってガードしておっと発揮飛行方力うまいですね、弱道路ガードしてマイナー1でそこから切り返すっていうのが結構きついね、まあ普通の返し方なんですけど、チュンリーしゃがんでガードしちゃうと毎打1なんで登録がおっと100列で1本取り返す。投げる登録から投げて、達人さんきちんと空気取らないっていうのができてますね。あお確認してますね、うまいですね。さあ今の EX 灯籠確認できなかったのはちょっと痛いですね。痛いですね。お今度は確認ちゃんと、なんとか入れ替えたが、あー雷撃手刺さっていく。まずは1本ですね。ちょっと関係ない話なんですけど、うん、なんで水曜日の大会ってキャラ変えらんないんですか。いや、わかんないですこれね、これ昔も言ったんだけど、うん、まあ、変えられていいんじゃないのっていう、なんか太平がなんかこだわりあるんじゃないですかそうなんだ多分なんかマニアックスが OK なんだったら、まあそうですね、いいんじゃない、うん、俺も別にいいとは思いますけど、思うんですけど、うん、まあ、てかマニアックスと逆の方が俺はいいと思うんだけど、マニアックスはなしの方がいい、マニアックスってその
ね、クーペの一応前哨戦というか、そうですね、ポイントとか位置づけとしてはかかった大会だからね。でクーペがキャラ替え不可だから、マニアックスはキャラ替え不可の方がまだしっくりくるんだけど、なるほど、まあ、マニアックスがキャラ替えできて水曜大会ができないっていうのがなんかちょっとしっくりこなくて。っていうだけの話なんですけど、まあそうね、まあどうでもいい話は置いといて、さあ移動投げで画面端に行くが、あ本当かな今の、お届かない、最速はダメなんですよあれ、あちょっと待ってば入る、待てば大丈夫、なるほど、一応ね、まあでもローイエクソローが安定かなあそこは、あーローか、うん、あの4ヤンの中足って減らないんで、あダメージが低い、ダメージ低いだから、まあなんかその EX ソロどうせ行くんだったら別に中足の必要なくて、あなるほどねって感じですね。まあ強さんがこれでピオらせて21ですね、20212121ですね、21です今のは、あ21ですね、はい、はい、じゃあ次はムルムル対ビクターお願いします。さあビクターさんね強いんですよね、なんかいろんなキャラ使ってたね、ネクロ使いっていうイメージあるんだけど、ネクロ使いだはずです。さっき野地合見せた限りだとすごいいろんなキャラ使ってましたね。そう、あの野地合だといろんなキャラ使いますね、まあ、でもやっぱネクロですね、大会はネクロですね。で、ムルムルさんのアレク、だいぶマニアックな組み合わせですね。ネクロはアレクか、アレックスって、うん、あのエレクエレクとか入りやすいんですよ、すごい。あ、そうなの？中継、ドリルじゃねえや、あのトルネードフック、トルネードフック、エレク、エレクとかって入るんですけど、ただアレックススタンチ長いじゃないですか。そうですね。マジピオンないんですよ。スタンチ長いキャラ嫌ですね、ネクロはね。おっと、今のはもうちょっと惜しい、フラチョチョップ投げ、なんか繋がりそうだったけどダメですね、ダメですね、あワンブロ肘脇、一応ね、ドリルはワンブロで次の、まあ、ドリル2段技じゃないですか、うん、初段ブロって基本5フレは入るんですよ、5フレまでは大丈夫、はあ、アレクの立ち終盤は5フレ、画面端でビクターのラッシュだけど逆投げから入れ替わって、あしっかりしゃが中、冷静しゃが中パン、あそこでしゃが中しっかり出せるのは、ね、まあ、ネクロ使いって感じですね。しかもすげえ早かったからあれ取られても、うん、ダッシュで裏いけそうなの、そうですね、アレクのジャンプに毎回対屈するのはやっぱ大変ですよね。いや無理だよ、うん、普通にジャンプ攻撃強いし、強い、あフォアシュエルク、でさあピオラセではなく、これはあ今のはブロ狙いか、ブローティング狙ったと思うんですけどね、うん、肘つないでく、悩ましいですね、ちょっとガードしてローレイド、あローレイドは入ったかな、どうかなって感じなんで、あ、まあ、ブローを狙いに行くのは分かりますね。さあ2本目ですね、はい1-0です、
序盤から後ろっぽかった。あれはさすがにブロれないですね。無理ですね。さあパワーボ。ああ対空うまいぞビスターネクロ。すごい近かったな。肘当たってあんな近いことあるんですか、ね。いや。しゃが台で吸って投げ。あれはイニシエの連携ですね。あさあ中継ぐるぐるエレク。しゃがみだと結構減りますね。減りますね。やっぱしゃがみは痛いこのゲーム。アスタンチが寄りますね。おお、ちょっと難しいつなぎを。あれハゲネクロ使ってたんだっけ？少しね。少し。ミキにやめさせる。あでもゲージ温存できる選択肢があれしかなかったのかな？いやそんなことないでしょ。そんなことない。うん、多分大統領だったのか。大統領だったのか。ああ。ゲージが欲しかったのか。フラチョ。さあターゲットからのスネーク。悩ましいですね。遠距離からの中トルマイナ4あるんですけど、なんかマイナ 4？ マイナ 4か。中トルはマイナ4なんですけど、ただあれくだと。レイドは、ね、うん、最後が相変わらずね短いのが。さあビクターが2連勝で勝利です。次私ちゃいですね、はい、じゃあメスター対ベータロウお願いします。さあこれはこんにちは。こんにちは。さあ特別ゲストオロユンですね。メスターさんのユンとユンオロ。ユンオロはユンはこれはユンは弾ではめられない。一応弾なんですけど効率悪いですね。あ効率が悪い。ためにゲージが稼げないですね。あのゲージいっぱい溜まるルートからはいけないんだ。そうですね。中盤踏み踏みがあの1回しか入れないんで。あそっかそっか。あーこのリープ最強リープ、ね、最強です。下がる。まあ基本的にユンの中足が強いんで。あでも一応ユンの中足で、うん、オロの中足が勝てるんで。あ合わせればいいんですね中足を。そうですね、オロの中足が結構なんかよう分からん当たり方してすごい減るんで。あーしゃがみヒットになってそうです、ね、モリッと減る。モリッと減るんで。あーこれ痛い。攻めますねメスジン。画面端の攻めが継続。幻影陣これは逃げる。あーいい逃げですね今のね。大パン。ここで天狗は普通の天狗石ですね。普通の天狗石ですごい減ってますね。でもあーで気づいたらユンの体力が結構減っている。あっと耐えて。さあお互い中キックボタンしか押してなかったぞ。さあまずはメスターユン。あ個人的にですけど、うん、まあ、自分はオロ弱いと思ってるんで、うん、えオロは弱キャラだと思ってるんで。オロそうですね。ダッシュが遅くて飛びがふんわりしてるんで。ああそうね。まあ、一応技相性でやっぱ円柱系と円台系だけは強いんで。円柱系に苦戦するキャラはちょっと面倒くさいと思うんですけど。でもそれだけって感じ。そうですね。結局やっぱダッシュが遅くてジャンプがふわっとしてるんで、待ちながらずっとなんかでオロのこの中足の先端とか、まあ、強キャラと弱キャラのゆえんですけど、強キャラって大体中足先端から SA が飛んでくるんですけど、オロないじゃないですか。オロないね、何もないね。ユンは中足でしょ、ゲージが飛んでくるんで。これはやっぱ強キャラと弱キャラの差ですよね。そうだね。やっぱ単発3回食らっても中足 SA で全然それでも負けちゃうんで。これね。
あ、現役人すごい減っている。いやー、この現役人、あー、壊し連打強すぎる。メッサーが強すぎましたね。あー、メッサーが勝利。さあ、じゃあ次は猪之助対健三お願いします。くっそ久々の水曜ニュートン大会健三。久々の、さあ今日は一緒に来てる俺が出ててびっくりするっていう。さあ健三アレク来ました。もうクーペ前もね、アレク仕上がったって言ってましたからね。よろめ同士がびっくりしてほしいですねこれ。わあ、お、すっげえ減ったな今。ああ、ブロって大パン。さあ大足、さあこれが仕上がった健三アレク。いや、だいぶ怪しい動きしてますね。結構。さあ猪之助さん、まずゲージを貯めたいんですがね。そうですね、技が当たらないとたまんないんでこのゲーム。たまんないというか、まあ、空振りとたまるんですけど、当たんないと本当にたまり方が低いんで。そうですね、スラタイク早い、膝暴れが早いですね。早いですね、状況判断がやっぱ早い。さあ膝がさね、膝埋めて、あー、膝にかくってしまった。減ってる、半分、そんな減るんだこの技。おお、届くのか今の。ジャックはね結構長いんですよ、ね、長いですね。おお、はい、すごいな、あれは初めて見ましたね。あー、おわー、そうだよね、これが、あっと多分ね、スタントですね今のは。ためが、ま、ちょっと足りなかった。さあ1本目は健三。やっぱいぶき体力ないんで、うん、ちょっと食らっただけでマジやばい減りをするんですよね。減りがちょっとかわいそうですね。やっぱちょっと被弾を減らしたいですね。投げて、だから投げて、あと膝がねどうしても今みたいに短いとスカっちゃうんで、あー、あー死んでしまう。あれブロられちゃうとね、霞以外はフォロー効かないんで。そうですね、スパキャンしかもうダメですからね、あ、当たんないと。なんだって。さあ殴り合いを仕掛けていくが、猪之助さん投げが強いんで、まあ、前は狭いんですけど密着になったら投げるっていうのが結構。おっ、これは、これは気になる、いきましたね、さすがになくなりますね、うん。さあ前分外野下やし、ダイパーボム。そうですね、この投げが強いんで、投げを食らい始めるとやっぱいろんな技が当たり始めるんで、すがー中断、ここで外野下か、中断でしたね。さあ勝ったのは健三。さあ次は、シードのブバさん、ブバさんとジュリアンさんですね。ジュリアン、怪しいところでとりあえず大パン押しとくか。
さあブバさん、いろんなキャラ使いますけどネクロがメインっぽいですね。そうですね。あ、ネクロマコトはこれネクロかなりきついイメージあるんですけど、ネクロの中フィジバリアが結構強くて、あ、マコトがね結構、マコトも結構嫌、あれね割と崩せないんですよ。ほうほうほう。で、マコトの中継バリアも強いんですけど、中足、チャーミー中継バリア強いんですけど、ネクロがそれに遠距離から中トルネードで突っ込んでいく、突っ込んでいって、かくってる、中トルネードで突っ込んでいって状況確認して、エレクをそのまま決めるというのは強いんですけど、結構ね、こういう細かくやられると結構いい、あ、まあ、ことがあのきつい。まあ、ジュリアン、あんま中足振らないですね。そうっすね。あ、ブロブロ、さすがに KO なくなりますね。まあ、ジュリアンは別に普通に成長だと思うんですけど、結構悩む人多くて、ネクロ戦、あの、トサか成長か、成長の方が確定ポイントすっごい多くて、そうそうですね、さっき言ったチュートルなんかもいよいよ2あるんで、すげえ簡単なんですよね。2っていうか3か、2、3、4だから。さあ、これは伝わりますね。ベンベンベン、今のはピオラせるときに EX 使っちゃった方が良かったですね。あ、なるほど。通常投げノーマルでもピオるんですけど、 EX の方がダメージ高いんで単純に。ああ。で、その後のコンボでゲージ回収すれば、あ、なるほどね、ゲージ消費なしでいけちゃう、ね。さあ、この展開は苦しい。あーおーおーおおさあ、ジュリアンに、ジュリアンが勝利。さあ、次は児玉さん対敦雄さんですね。児玉さん対敦雄さん、お願いします。お願いします。今日はネクロとアレックスが多いですね。珍しいな。多いっつっても2人ずつだね。ネクロ、アレックス、イブキが2人いるの。あ、そうですね。さあ、ニャン、イブキ、これね、結構これはギャン有利だと思うんですけど、あ、ただ児玉さんの SA が鎧ですね。確かに、これはキャラによって変えているっていうことかな。お互いね、これ行きたがんない組み合わせなんですよね。ヤン使いもイブキ使いもなんかお互い行きたがらない、行きたがらない。おお、なるほど、これはうまいですね。あー、1個足んなかった。1個足りない。まずは児玉さんが1試合選手。あ、でも思ったより変なかったな、なんか。まあ、なんか、ゲージの長さにしてはね、霞になりましたね。児玉さんもなんか思ったより変なんやなと思ったかもしれません。わかんないですけど。あんま変ねえなっつって。うまい。おー、うまいですね。さあ、ヤンの灯籠山も台で第一発目止めだとマイナス7あるんで、まあまあ確定はあるんですよね。ああ、
やっぱ厳しいですねこれは。そうですね、まあ多段系の SA をブロった時って、うん、途中からガードっていうのも一応選択肢には入れた方が良くて、結構ねその途中からガードすればしのげるっていうのも ありますね。あ、逆いってる。あ、生きている。慎重でしたね今、うん、EX 勝利の匂いを嗅ぎつけてガードしましたね。ガードしましたね。ガード、おお、ザッザ攻める攻める。うわこれ赤うまいっすね。ここはもう画面端は苦しいよ。いぶきやっぱね、EX 昇竜霞があるとマジで、うーん、お前確定です。これはね、連打しちゃったんで確定でしたね。さあ、若干残って、さあ、でもどっから削りに来るかわからないので、ゲージを持っているので、あーゼロドット、おお今一発目スカらせたのは狙い通りだったのか。多分 EX ですね。あ、 EX ミスかな。ああそうか、マジでヤンあるあるなんで。いやもう EX 出ないはね、もう万人の共通なんでね。 EX ソロマジで大事なとこ出ないんですよ、まあ、多分 EX を一番対応するキャラですからね、ヤンは。2発目はね、ちょっと確認難しいんで。難しいですね。一発目は一応確認できるんですけど、うん、だからその一発目確認に慣れちゃうと2発目当たった時に打ちたくなっちゃうんですよね。あ、なるほど。そのタイミングで打つと絶対間に合わないんで。あれはね、一応あの辺抜けてっちゃうかなあ、今天心を打っていたら当たったのか、それとも下をくコロコロ、ね、下をコロコロ転がっていったのかわかんないところでしたが、確かに聞いてもちょっとはっきりしなかったんでここはちょっと保留にしましょう何をするか。あ、てか、あ、鎧に戻してますね。なるほど、気がついたら。さあ、お互いのゲージはファイナルたくさんある。わあ、危ない。おー、途中から誰も減ってる。さあ、児玉さん、膝をすかり慣れてますね。膝すかってからの動きが早いっす。あー、離れしている。さあ、今度はね、霞じゃない分 EX 風切り霞がないんで、あー、まあヤン的には攻めは通しやすいですね、うん、やりやすくはなったかなと。投げて、おっ、あー、バレにライダーで児玉さん勝利。なるほど、鎧を接戦でしたが、鎧をちらつかせてのライダー、ね、これは。さあ、次はビクター対メスターですね。はい、いきます。お願いします。さあ、ユンネクロか。ユンネクロはネクロ使いみんな終わってるという言ってますけど、どうなんですか。終わってはいない。終わってはいない。終わってはいないですけど、まあ辛いんじゃないですか辛いのは間違いないでしょう。まあ、早い話、芸人中の前方も、うん、肘で割れるんで確かにね、肘が刺されば投げ無敵6振りあるんで、このゲームは。すべて読みが通れば勝てますから。勝てる勝てます。ブロッキングもあるんで。さあ、名人を
これね、前方はしょうがないですね。しょうがないですね、これは。中継。あはー、もう溜まっている。お、バックステがうまい。シャーネス。さあ、きつそうですけど、まあ、うん、読み勝てば。ネクロもゲージが溜まれば全然どっかで持っていけるんで。うん。ああ、うまいな、今のローとか。おほほ、絶唱、絶唱タイプね、強いんだよね、あれ。SG、エレナとネクロ戦に定評があるって噂。定評がある、はい、さあ、ネクロ戦を途中から割れちゃうんだ、あれ強いんですよね。さあ、一回もネクロの肘が刺さらない。これはあるぞ。さあ、この画面足、あー、小足でしたね、起き上がり。メッセージは確認しますからね。確認してましたね。コアコアでしたね。コアコアなんで、なんか結構もうローゼッショー打ち切りとか、ああいう場面よく見るけど、うん、ちゃんとコアコアでしたがね、距離を見ていたのかな。あ、どうすんだろうな。さあ、これ雷撃と決断を、まあ、ブロールしかないんでしょう。ブロールしかないですね。ディープガードして飛びはガード前方。あ、ダイトル。おお、これおお。さあ、この画面端生かしたい。スタンチが高いぞ。当たらない。あー、幻影陣ガードしている。ナイスガード。さあ、しのいだ。さあ、しわしわし。さあ、ここでブロ入った。これですね、これですね。うん、やっぱブロってブロって肘エレクですね。エレクですね。まあ一応画面端さえ、画面端で有利取れれば、ネクロはその時だけはその時だけはトップクラスの、トップクラスになるんで。中大根。あー、出れない。中足ずるいですね。おっと、おー、投げー。あー、水爺も中足ぶられて肘 SA ぐらいだったら、1回ぐらいだったらいいやみたいな感じの、あの中足が強いですね。そうっすね、1回ならいいやっていうのはありますね。さあ、あー、最強、最強技。幻影陣投げる。お、うまい。赤からさあ、あーっと、端から逃してしまって、ゲージが溜まるぞ。ゲージがもう、おお、生きてる。おあーあーおーおおおかくった、かくったっぽいですね。あ、うまい。さあ、ビクターやっぱ強いですね。ちなみにドリルは下風呂できるんで。あ、確かに、うん。1段目ガードしたあと、うん、下風呂がマジ簡単っすわ。あ、ガードしてから下風呂。あ、2段目は赤風呂なんですか。あ、なるほどね。あ、ドリルね、前だけでも良かった気はするんだけど。そうですね、前だけね。ねえ、ねえ、ヒット数まで減ったし。あ、いた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 い。あー、大取るダメ。まあ、当たればワンチャン回りますかね。あそこで今ジャンプされちゃいましたけど、ネクロアッパーと大取るっていうのもいい選択肢ですけど。おっ、これ来たぞ。入ってサンチがもう高いぞ。幻影陣しのいだ。ロー、おー、最速ロー投げる。大剣、うおー、こ
これは熱いですね。さあファイナル。ネクロはゲージある。ネクロはほぼマックス。うまい。あーあー、出ない。もったいない。さあ決断ゲーで。ああ痛いぞ。おっと落としてしまうが前方できっちり。そうなんですよね。ジュンのマイジャンプ体型はマイナス3振りなんですよ、ブロっても。垂直ジャンプだとマイナス4なんですけど。あ、死ぬ、死んでしまう。火力がやばい。なかったのはネスター。はい、じゃあ建造対草壁お願いします。危ない。またしてもアレックスネクロです。続きますね、ネクロアレク。さあ草壁ネクロは1回戦シードだったんで、うん、これ1試合目ですね。初試合ですね、はい、パワーボム。おお、相打ち。あ、下に、ね、強い系って結構なんかランダムみたいな感じで勝っちゃったりするんですよね。あ、おこれは起き上がりターゲットで暴れて、エレック EX エルボーが強い。エレキがないと打ち放題みたいなもんですからね。そうですね。さあやっぱりこのアレックのスタンチの長さがやっぱね効いてますね。なんかわぶっちゃなんか割とね一回スネーク食らっても、うん、そうだね、割とあいいっかみたいな感じになっちゃうからとりあえず大丈夫かなみたいな感じじゃなりやすい。ああジャーマン、こっちはピヨルンかいみたいな感じですよね。ネクロからすると。さあね、ピヨってるのはネクロ。いやとにかくね、やっぱあの上からガンガン来るのをどうにかしないと。そうなんですよね、やっぱいけないですからね。飛びを通しちゃうとね。まあでも強いからね、飛びだけは強いんで。さあ今回は高め大パンですね。今のね、バックしちゃうと一気に弾いちゃうんで、うん、でもね、なかなか難しいところですね。アッパー対空が、おー、うまい、届かない。おー、スタン取った、ベンベンベン。あーっと、おまあ結果オーライ。そうですね、ゲージも溜まったし。おー、なんだろうな。そんなの入るのか。あんま減らないとは思うんですけど。さあこれで大パン、画面中央から一気に端に行ってしまいますね。大パン、大パン。さあこれ画面端切り替えるのはうまいですね。さあケアしている、きっちりジャンプ台系からエレックで、エレック飛びが入る。ピヨっちゃうよねそれ。なんか毎回ピヨってますね。そうなんですよ。ジャンプ大パンが当たりまくる。いやあのね、さっきのレイドのスカリに反撃もね、結構いろいろあるんですけど難しいですよね。ネクロは難しいですね。おお、大肘。じゃあ、おお、うまい。ぞ。さあここできっちり仕留められれば投げる。あ、おー、低めをブロってますね。まあでも今のは結構勇気のまね、対空ブローだったかと。まあ、しゃがみ対空ブロとかもあるんですけど、まあ、そういうのではなく普通にもう低め大パンをブロって、うん、そうでしたね。確信を持って。さあ3本目、
大デンジ。あ、大肘体育強いっすね。大肘体育機能してますね。あー、これねリスクが高いんです。お、ガザエレックがきっちり入って入って入れ替える。とりあえず、あー、うん、端から逃げたか。ジャンプ台、ジャンプ台ジャンプ台はそんな減らないんですけど見た目がマジで痛いっすよね。ねえ、こんな大男が飛んで振り下ろしてきますからね。あのジャンプダイポンなんかもう一発で3割ぐらい減ってそうな見た目してますけど意外とあのジャンプ大攻撃の中ではダメージは低いですね。控えめな方だと。さあチェットルが入って投げるジャンプ台、苦しい。飛んでいく飛んでいく下がってもとにかく飛んできますからね飛ぶなぁ、ほんとそこはガードするんかいっていう冷静さがね、やっぱ憎らしいですよね。あー、パパブブさあ、まだ分からない。これは、あーっと、ゲージがないから、おっとっとっと、行くしかない、行くしかないですが、EXL ボー、EXL ボー、強い。あー、勝ったのは健三。これとやらなきゃいけないのか。はい、じゃあ純潔ジュリアン対児玉さんですね。ジュリアン対児玉お願いします。さんです。さあ、伊吹誠ですね。これはね、さすがに伊吹苦しいっす。さすがに、さすがに伊吹きついか、これは。あ、しゃがたい。あ、なんか厳しそうですが、うん、厳しいっす。まあ、基本的になんか伊吹のコードが前ダッシュでいろいろ抜けちゃうんで、なんかあったらとにかく前ダッシュってしてるだけで、なるほど、だいぶ厳しいですね。その前ダッシュになんか置かなきゃいけないんで、技を。うーん、そうですよね。前ダッシュ止めたいから技を置くんだけど、置いてるとね、チェストとかで自分の攻めは継続できないし。あー、出なかったな、今のは。これはまだ削れないですね。あんまり今のもね、聖地確定なんですよ。あー、今確定か。その前出しでとにかくいろいろ抜けられた上に聖地がすぐ隠るっていうで、いぶき体力ないから聖地がすげー減るっていう。あー、もうむしろ前ダッシュしてスラを食らいに行くぐらいでいいいいレベルで。あ、これはかくったけど、あんまり本数が刺さらないですね。ダメージポルツが悪い。だだあ、これは確認、これは確認してますね。まずはジュリアン。はい、2本目。はい、セイは同じですね。変わらず。カスミ。ああ、前ダッシュで。中足にシャガダイが強いですね。あの前中継、あんな姿勢低そうなコパンで潰れるんだ。やばい。ででんでん。
まことね、タッチパン発生急フレ遅いんで、うん、早くはないですよね、あれ、前中継ブローれた時にマイナー3なんですけど、うん、ガードジャンプに多分引っかかっちゃってますね。ああ、なるほど。さあ、表裏が決まって表表で画面端いろいろ当たんないですね、やっぱことは。お、うまい。お、空投げ対空がなかなかいい感じで機能してます。うわ、おお、危ないですね、今のは。危ない。ゲージを消しるとね、ああいうことになりかねない。とあった、いぶきね、通常技の中で膝はね結構減るんですよ、ダメージ高いんで。なるべく膝から決めたいんですけど、膝前中継も後ろ中継もあるんで。確かに難しいんですよね、ニュートラじゃないと言ってない、あの膝。あー、これは行ってしまいましたね。さあ、勝ったのはジュリアン。はい、じゃあ準決2つ目が、あ、メスター対剣造。これは面白そうですね。さあ、ケンゾアレクデビュー戦で優勝。え、あれ、ちょっとなんかキャラアレク痩せましたね、ちょっと。ユンにアレクはやだよという。さあ、しかしね、ルール上はアレクなんです。さあ、ケンゾが嫌がるぐらいだから、やっぱユンはきつ厳しいんでしょう。投げる、移動投げか今。さあ、ジャンプ大パン、ジャンプ大パンがあるぞ。ここでレイド決まる。チュワシ、さあ冷静にガードして、肘、さあ1ラウンド目取りましたね。飛び、飛んでいく、飛んでいく。ゲージン、うわうわ、当たらず。わお、エクセルボー、亀足、ワオが使って、香木出していく。さあ、ゲージが溜まっている、これは開幕も使って、あ、落として、やり直し。半分減っている。ジャンプ台、あ、緊張系体育。これはきつい。あ、1本目はメスター。まあ、なんかいろいろアレクはコンボ入りやすそうな感じですもんね。あ、2本目。逆投げ、陰影陣が、あー裏からの壊し、エクセルボー、さあ肘、Xチョップ、中足2勝、これして陰影陣、おお、マジ
フォアシュ2回ブロってパワーボム、凄まじい読みですね。あ、ワオ、さあジャンプ台系でしたね。怖怖怖でしょ、高パンターゲットからの2勝。さあゲージある状態でラウンドスタートのユン、恐ろしすぎる。あ、これはちょっとミスったところにしっかりレイド入れて、ザイパンの中段、ああ、なんかもうユンが死にそう。通常投げ、パワーボム、さあ1本取り返した、3本目です。さあこれは分からなくなってきた。うわおが空中で当たる、うわおがブロっている。あー今うまいですね、地上ヒットしっかりターゲットつないで、手前落ち投げ、うわおが蹴られて中足。さあ現役陣ももうたまりそう、このブロが美味しい、ローレイド、さあ大パンボム、大パン、投げる、これガードしてチョップ、ザー前中パン叩き落とす、ファイナルラウンド、あ開幕前背投げ、現役陣うわ飛びとついに通っていいダメージになる、大足、あブロー、よくブロー入れていた、投げて幻影陣、おーしゃがみ大パンで裏にエスケープ、歩いていく、怖い、歩いてくる、さあ幻影陣、あ落として前方、これはまだ生きている、あー生きていない、死んでしまう。さあかなりのギリギリの試合でしたね、勝ったのはメスター。はい、じゃあ決勝戦、ジュリアン対メスターですね、お願いします。ああ頑張りましたよ、頑張ったね、もうちょっとだった。さあじゃあ本日の決勝戦、ジュリアン誠と、うん、メスジーのメスジーユン、メスジーユン来ましたね。さあ1本目さあまたちょっとねあまりよろしくないクリップがメスジー雷撃手強いから、誠正直雷撃手きついんですよね、誠は雷撃がきつい、なんか取りづらいんですよね、
よくわかんないですけど。よくわかんないけど取りづらい。取りづらいんで。まあなんか立ちの姿勢っていうか立ちモーションとかの関係なのか。多分そうなんですよ。あと身長がまこと低いんで、取れなかった時にだいたい下手に擦ると若干刺さっちゃうんで。ああ。そっか。上から。来られるときついんですけど、まあ一応誠ジャンプ中キックとジャンプタイキックは強いんで、そうですね、空対空でなんとかしてる場面をよく見るな、確かに。あ、来撃来撃、これは生きていないです。やっぱこの来撃手をなんとかしないと、来撃ね、うん、やっぱ来撃をどうするかだよね。しかもユンはさらに下も強いんで、中鉄さんもあれば、岩島もあれば絶勝もあるんで、そこをやっぱ見るのがちょっと難しいんですけど、ただやっぱ2ターンは全然取れるんで、うん、まあ面白い、面白い組み合わせ、面白い組み合わせですね。大大が入って、おっと、これはあ、いいヘリ、いいですね。お、戻って、ああ、ああ、投げ、ゲージをケチってどうなる。お、これは死んだか。ああ、あっと、ミスってるけど、ジュリアンがすごい笑ってる。これにはジュリアンもびっくり。個人的にゲーガードして下手に掴まれるんだったら、最初から暴れて、まあブロって投げさえ入っちゃえばあっちのゲージが消えてリターン勝ちできるんで。なるほど。自分は暴れる派なんですよね、最初。まあ、確かにね、やっぱ原人怖いからガードでひたすらしのぐっていうのをよく見るけどね。結局前方を掴まれると、まあ、2、3割減って、で原人すぐまたなんか、そうそうそう、だったらもう暴れて投げちゃって別に怖いくらってもいいやみたいな。確かにね、リスクは与えたいよね。与えたいですね。お、中盤成中、もう読み勝っていく。ジュリアンちゃんと見てますね。見てますね。あ、1-1。じゃあ3本目。まあ本日の最後の試合ですね。お、開幕変えて、に対して坂道中パンチでしょ。置いてましたね。絶勝まで仕込んでいました。もうたまる。これ強いですよ。強ヘル。まことが小足擦っても刺さるんで。さあ、剣が刺さって。大パン。やっぱこれね。これをなんとかしたい。ね、やはりこれ。おーおーおお、殴り合い殴り合い、エールエール、もうブロって投げて、足生えて、おー DX おろし、もうもう一発、すごいっすね、もう一瞬でここまで減りますお互い火力がやばいですね。さあ、大慶から着陸中、誠ならまだあるか、ありますからね。さあ、わーっと、あー、来撃来撃あるぞ、おおーっと、幻影陣、
が歩き小足が刺さってジュリアン無理ですと。はい、ということでね、本日優勝はメスター、ありがとうございました、おめでとうございます